お待たせしました。わー、おいしそう。お肉お肉。二人がやってきたのは仙台パルコ2 1階にある肉和食とそばの店骨岸。じゃあまずはお鍋、しゃぶしゃぶすればいいですか。はい、ここにつければいいです。ポン酢、はい、いただきます。やばらか。こっちのお肉もいいですか。はい、どうぞ。いただきます。え、これなんだろう。みんなこうキュッて締まってる感じがしますね。おいしいお肉だけど何のお肉ですか。イノシシです。あ、イノシシ。今年イノシシ出しですもんね。はい、こちらが、イノシシの焼きボタン。噛めば噛むほどジューシーな脂がどんどん出てきて、油に旨味があるんで。こちらはほうれん草と、普通は豚肉で醤油鍋っていうお鍋になるんですけど、うちではそのイノシシを使って召し上がっていただいてます。これはとろろろ、はい、鍋の方に入れてもらって、イノシシと絡めて、ちょっとさっぱりもするんだけど、でも脂が濃厚だからその中間というか、本当にスルスルいけますね。2019年イノシシ年、新年1回目の放送にしてはぴったりなホットなお料理じゃない。そうですね。そう、ここからは寒い冬に体と心をホットにしてくれるさまざまな情報を専門の工夫にどんどん紹介します。かわいい動物たちも続々登場しますよ。まずは昨年末にオープンしたばかりのホットなニューショップから。温かい料理がいっぱいで、いいねいいね。去年12月木町通りにオープンしたヌードルアトリエウノでは、他にはない唯一無二のラーメンが味わえるそうですが、こちらムール貝ですよね。はい、ムール貝でございます。ムール貝というとなんかパスタとかに入ってるイメージが強いんですけど。はい、私もともとイタリアンをやってましたので、その経験を生かしての、はい、ラーメン作りを、考えました。トリュフオイルを仕上げに、はい、入れております。トリュフオイル。そしてこの上に乗っている2種類のもの、溶けたあたりを、片方は海苔、もう片方がカプナードと言われるオリーブを使ったソースですね。プナード、イタリアンな感じがすごくします。白を基調とした開放的で明るい店内、ランチタイムに使える女性専用ルームなど、インテリアにも唯一無二のこだわりが。さらになんかこの後ろにあるのおしゃれなインテリアかと思ったら、かつお節。そうですね、当店で使ってる節を、はい、瓶に入れて飾っておりますいいでしょう。いいね。続いても去年12月にオープンしたホットなニューショップ、国分町の天ぷらおばんざい酒場、カレーうどん渡辺。その渡辺っていうのは私です。あ、渡辺さんなんですね。はい、そうです。よろしくお願いします。お願いします。カレーうどん渡辺の渡辺さんですが、まずは天ぷらを食べてほしいとのことで。なんか天ぷらなのに油っぽくない。とってもヘルシーな軽い天ぷらです。すごい美味しい。お店の名前、天ぷら渡辺じゃダメなんですか。ダメなんです。カレーうどんがあるんです。というわけで渡辺さん曰く、やみつきになって忘れられなくなるというカレーうどんをいただくと、うどんがすごいもちもちです。はい、カレーの方は辛くないですね。そこまでじわっときますが、とてもクリーミーだと思います。実際私がやみつきになってこのカレーうどんを始めようと思ったので、いろんなスパイスが合わさると複雑な味になって、3度食べれば忘れられなくなると思います。3度目は忘れられないじゃないか渡辺ですね。ありがとうございます。辛口がお好みの方には辛いソースを追加したカレーうどんもありますよ。いいでしょう。いいね。出来たてほやほやのホットなニューショップ、続いては一番町4丁目にオープンしたベトナム料理の店ナムナム。こちらはフォーガーセットです。フォーガーセット。はい。フォーガーってどういう意味なんですか。ガーは鳥です。あ、鳥。はい。じゃあフォーはこのフォーですね。はい。うん、鶏の旨味しっかりあるんですけど、意外とこうさっぱりとしたスープですね。はい。大丈夫ですか。私言ってるのって合ってますか。私わからないから大丈夫日本語はちょっぴり苦手だけど、ベトナム料理の腕はバッチリなナムさん。ランチセットにはボリュームたっぷりな生春巻きや、ウコンを入れて炊いた豚肉の甘辛煮のせご飯もついて食べ応えあり。ベトナムでウコンは辛煮
いいから、うん、あ、よく時間、うん、そうです。じゃあ、体のこと考えてくださってるんですね。あれあれいいでしょう。いいねー。ほら、あんこちゃん、あんこちゃん、いいね。熊谷がやってきたのは鉄砲町にあるダイニングカフェあんこの庭。看板犬のあんことくるみがお出迎えするこちらのお店でいただくのは、お待たせしました、はい、オムライスです。これオムライスなんですか、はい、なんか私の知ってるオムライスとちょっと違うんですけど、もう卵ふわふわで下にお米入ってて、はい、卵がふわふわっていうよりシュワッとくるんですけど、そうですね、口の中で卵の小さな気泡を感じるんですけど、そもそもスキレットを使って調理をしようと思ったので、うんうん、それに合わせたら最終的にこういう形で仕上がったっていう感じですね。このオムライスも美味しいんですけど、はい、かわいいですね、あんこちゃん。ありがとうございます。なんかおっとりしてて、はい、私と全く別ですね。あんこは評判はいいんですけども、はい、あんまりちょっと店の中にいたがらないので、基本的に夜しかいなくて、うん、夜でもちょっとあの庭の方に涼みに行ってたりとかすることがあるので、そうなんですね、はい、じゃあ会えた方はラッキーということで、そうですね、はい。ということでここからは可愛い動物たちと触れ合うことができて心がほっと温まるいいねなお店を連発で。いいね、いいね。中央2丁目の角川ビル地下にあるしゃべこみは、普段なかなか触れ合うことのできないある動物と仲良くなれるカフェとのことですが、ここで触れ合えるのはこちらのハリネズミちゃんです。かわいい。動物と触れ合えるカフェ結構増えてると思うんですけど、どうしてハリネズミにしたんですか？ハリネズミちゃんって時間をかけて仲良くなるところがすっごく魅力的なんですよ。匂いと声で人を覚えるので、その過程も楽しんで触っていっていただければなと思います。ということで2人とも初めてのハリネズミ体験です。本当に私動物に触れた経験って本当ちっちゃい時に犬に1回だけなんですよ。そんな松山にはお店で一番穏やかな性格のスネオくん、そしてサトルくんはもう冒険中ですね。はい、大冒険中です。新しい匂いに対してサトルくん、大丈夫大丈夫ですよ。個体によって全然性格が違うので、常連さんになってくると、はい、この子は今日いますか。でも最近すごくハリネズミを飼ってる人が周りでも増えてるなっては思ってて、飼いたい方が事前にこうリサーチにいらっしゃることもよくあります。はい、そうなんですね。私自身もちょっとずつ落ち着いてきました。かわいい、本当にお腹ふかふかですね。そうです、警戒心解いてもらってお腹触れるようになってくると上級者ですね。あ、うんちした、うんちごめんなさい。一番町2丁目にやってきました。この辺りにも動物と触れ合えるカフェがあるらしいんだよね。どこだ。あれじゃないですか、あれ。フクロウカフェリッキー。あっ、いや、たくさんの種類のフクロウがいますね。はい、じゃーん、こんにちは。あ、もうほっぺがふわふわ。なんかもうほんとまるで毛糸のようなふわふわ感。さらに、あ、本当に触れるぐらい近づけてそのままで大丈夫です。あー、すごい。はなちゃん、おいで。あ、来ました。はい、はい、こちらがはなちゃんです。ありがとう。実はこちらのお店、フクロウ以外にも様々な動物たちと触れ合えるそうで。かわいさのしずくちゃん、女の子です。はい、触ってほしいみたいな、ね、甘えん坊なんですかね。肉球気持ちいいですよね。なんか手が人間みたい。そしては、ちょっと柔らかいですね。はいはい、柔らけ持っていただくと特にそのムチっとした感じわかると思うんですけど。すごーい。いろんな動物たちと触れ合ってきましたが、最後はやっぱり一番町三丁目にある猫カフェプチマリです。いや、本当にたくさんの猫ちゃん、かわいい、ね、すごいかわいい、癒される。心がほっと温かくなる猫カフェプチマリは、広々スペースにゲームや漫画もあって、まるで自宅のように猫たちとくつろげます。たくさんの猫たちの中から人気のメンバーを紹介していただくと、
この足の短いマルちゃんっていうんですけど、マルちゃんマンチカンという種類で来たことがある。足がちょっと短い、足が短いのが特徴です。かわいい、ちっちゃくて。他の子もあららららららら、いっぱい来た。他に推しメンと言いますか、今推しにゃんはいますか。推しメン、マリーちゃん。マリーちゃん、マリーちゃん、 あの子かな、の真っ白の子です。にゃ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 、一番新しく来た新人の猫ちゃん。そうなんですね。かわいい、すごい瞳も綺麗で、多分この見ている皆さんが思い描いているマリーちゃんっていう感じの猫ちゃんですよね。だってもうそう見えてるもん私も、とその時。うわー、猫の猫たちの向かった先にあったのは、そう、ご飯。ご飯タイムです、今、にゃんこちゃんたちのご飯タイム。かわいい。これはアーケードにこんな癒しの映像が流れてるとは。ご飯タイムは1日2回、昼12時と夜の7時だそう。一番町のアーケードからも猫たちのかわいい姿を見ることができますよ。かわいい動物たちに心がほっと、新しいお店のあったか料理にお腹がホット。まだまだ寒い日は続きますが、心も体もホットにお過ごしください。